昨日、清木場俊介のライブ行きました。淳と久しぶりのツインボーカルに感激しました。松浦さん行かれました？ライブのトークの中で EXILE 第一章の最後のアルバムのツアーができなかったから初期メンバーでやろうかっていう話をしゅんちゃんがしてました。松浦さん、実現できるようアシストお願いします。うん、いいね、いいけど、はい、どうだろうな、初期メンバーはな、いい年してっからな、みんなな、体が動かんかもしれないな。よれよれエグザイルで、いや、ジジザイルみたいなんでいいんですかね。ジジザイルっていいんですか、それで。いや、どうですか、でも何か、そういうライブがあったんですね、昨日。今やってるから、そうじゃない。へぇ、言ってないけど、どうだろうな、ぶっちゃけどうですか、これ。ぶっちゃけ、はい、ぶっちゃけ言わん。ぶっちゃけ言わないっす、瀬名達治さん、申し訳ないっす。なぜかというと、俺が決めることじゃない、はい、なるほど。キロが決めること、キロが決めるのかな、みんなで決めること、俺がどうかって言えば、俺はやってもらった方が嬉しいに決まってるけどね、みんなと同じだもん。じゃあ相談されたらそう答えるけど、相談されたら、あんなことはやめろなんて言わないよ。言わないと怖い。言わないけど、まあ、松田さんが決めることじゃないと、決めることでもないから、あんまり偉そうに喋れない。はい、じゃあ次。